まずは強火で豚ひき肉を炒める。木綿豆腐は2分ほど茹でて水切りしておく。ひき肉の色が変わって香ばしくカリッとした感じになったら、ここで辛みだ。鶏ガラスープに甜麺醤、豆板醤、豆豉醤、ニンニク、粉唐辛子を加えて。どう？まだ足りねえな。中華圏で食った辛みはこんなもんじゃなかった。よかった。けどまだだ。足りねえ。まだまだ。かんら。負けるか。かんら。できたぞ田所。麻婆豆腐辛み激増版。味見頼むわ。すでに唇が腫れてるべ。とんでもねえ辛さだよな。じゃあ次他の中華メニューも試していくぞ。ホイコーロー、チンジャオロース。すまん田所、ちょっと休んでていいからよ。ううん、ちゃんと味見しなきゃ。ただ私ダメだよ小悪。分かっちゃいたけど全然ダメだな。なんつうかただ辛いだけ。中華圏の麻婆豆腐には辛さの向こうに練り上げられた確かな旨味があった。ね相馬くん、北条さんから聞いたんだけど、中華圏の模擬店で使われる調味料は豆板醤、甜麺醤や豆豉、オイスターソースなんかも全部久我先輩が作り上げた特製のものなんだって。特製だからこそ辛みの奥にそれだけの旨味があると思うんだ。なるほどね。四川料理の定番メニューに久我先輩の信念が散りばめられたような、まさしく料理人の顔が見える一品。辛さか。